リリンハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、今帰ってきたタイミングでね、うちの子たちのお世話をしつつ、ちょっとねロペがご飯食べそうなので、それでも撮影しようかなというところです。本当帰ってきてすぐです。で、あの各ケージをね、あの中の様子を見て、この子たちはワインセラーのね、ここに水が溜まるんで、水をね、拭き取って、で奥のところのお水がですねちょっとなくなるので、そこのお水をこんな感じで少しだけ足して、で帰ってきてからも軽く霧吹きをして、で今の水の足し方が私下手くそだったので、ここを拭いて、水が垂れてきちゃったね、ジャバジャバジャバって入れすぎちゃった。あのカメラ撮りながらはあれだねっていうところですね。で餌を見て、このわらじはなくなってしまってるんで、わらじはポイ。であとはこの子たちがちゃんと脱走しないでね、いるかどうかの確認。2人ともいるね。はい、で餌場も落として終わり。で温度がね上がりすぎてないかとかっていうところもね、こういうところも確認しております。で、もう出しちゃったんですけれども、この子たちは私がお風呂入るついでに一緒にお風呂入ります。お風呂の動画は、この動画とは別にあげようと思います。でロペがご飯食べそうで、ちょっと試しにあげてみたかった、サバンナフィート、モニターフィードか、オートカゲ用の餌なんですけども、この子がそれを食べるのか。食ったわ、はえな、ロペ、これも美味しいかい。はい、食べたね。もう一個食う？ちょっと今水につけるね。このモニター用のね、あのモニター飼料用のフィードなんですけど、タンパク質も多くてね、で低脂肪なんですよね。なので、まあ本当に、まあ爬虫類たちってね、結構、太って、肥満で亡くなってしまうことが多いんですよね。なので、モニターフィードも食べるかなと、まあレオパゲル、のね、レオパ用の、まあ、レオパ用というよりはね、人工飼料もあるので、それでも全然いいんですけど、ちょっと食べるかなと思ってあげてみました。で、ちなみにね、まだモニターフィードはね、うちのシェフィーとサニーはね、食べないっすね、どっちも。で、サニーは、もともとうちに来る前は、ずっと、ピンクマウス食べてたみたいで、ちっちゃい SS サイズ、SSS サイズだったかな。すごいちっちゃいマウスを1週間に2回あげてたみたいで、で、うち来てからは、モニターフィード食べないから、ロペじゃないや、シェフィー用に買ったんだけどね、見つけて。全然食べてくれなくて、少しずつ、まあ、人工飼料に慣れてってもらおうとは思うんですけど、ご飯食べないのは食べないで心配なので、乾燥のね、水あぶをたまにおやつであげるのと、これカルシウムね、たっぷりなので。と、レオパゲルをたまに、レオパゲルを食べるんだけどね、なんでモニターフィードは食べないのか。で、レオパゲルよりは、まあメインはでも最近鶏肉かな。お肉ですね、本当に。生肉が多め。この間ちょっと、マグロをちょこっとだけあげてみたりはしたけど。さ、ロペ食べるかい？もうお腹いっぱい？ほい、お腹いっぱいかもね。これ食べる？食べそうにないね。もうお腹いっぱいっすわーっていう顔してるもん。ちょっとこれからお風呂入るんだけど、試しに食べるかやってみるかな。食べなさそうだよなー。はい、はい、食べる？出てこないの。中入ってて、はい、食べる。そんな怒んなくてもいいでしょ、サニーな。サニーバグ切れなんだけど。サニーそんな切れないの。シェフィーは
ああ、サニーちょっと待って、あんた出ちゃったね。ちょっとダメ、あんた一回ケージに戻ろうか。あ、この後お風呂だから一緒に。はい、シェフィーどうぞ。シェフィーはいる？シェフィー役？これいらないみたい。やっぱ食べなさそうだな。人工飼料慣れてくれたらね、すごい楽なんだけどね、なかなか難しいね。さーて、ちょっとごめんだけど、もう一回あなたプラケースに入って一緒にお風呂入るからね。はい、お風呂の動画はまた別途あげます。ただですね、私もこのままカメラ回しながらお風呂の準備はちょっと一回全裸にならなきゃなんないし、一物が映ってしまうかもしれない。こんな立派でもないのに、まあ、やめとこ、下ネタはあんまり言わんとこ、なんかそう言うんじゃない気がする。あら、ロックまた出てきたけど食べる？ほら、はい、いるんだったら食べな。もういらんかい？いる場合もこの辺でパクってくるんだけど、うん、見向きもしないから食べなさそうね。いらない？あれ、ほい、いらなそうだね。うい、嫌だよって顔された。はい、ごめんごめん。よし、うちの子たちの様子も OK。 上のね、ギョロとハロも全然問題なさそうなんで、さ、この後お風呂入ってきます。ということで本日の動画は以上となります。次はお風呂の動画をアップすると思うんで、ぜひそちらもご覧ください。では、チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローなどですね、ぜひともよろしくお願いします。ということは、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。グッダグダ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンドでした。バイバーイ。